はい、どうも、たまたブラザーズです。兄のよしきです。弟のたくみです。よろしくお願いします。今回は僕の道具紹介です。道具紹介。はい。やっていきましょう。よろしくお願いします。高校時代の道具やな。道具。うん、まずは。まあ、すごい、ええ感じのやつありますけど。ええ感じやろ。うん。やっぱたくみは、内野も守ってたから内野用と、せん、キャッチャー用。キャッチャー用。そう。ほんで、スパイク。このファーミはよしきだよな。ファーミは俺こないだその紹介そびれたから。せやな。それを今日は、まあ、この機会に。紹介やな、一緒に。紹介しとこうかなと思って。はい、まず、スパイクからいきます。このスパイクは、うん、この前よしき紹介したやつ一緒やねんよ。一緒なん。そう。お下がりでもらってる。基本、野球道具はお下がり。ま、やっぱそれ弟を持ってる人らは、そう。みんな、わかるんじゃん。そうやな。まずは人気のかよっていう。そう、わかると思う。全部お下がり。ちょマジックテープ。これはでも、ええや、お下がりやろ。これめちゃめちゃ嬉しかった。マジックテープ。そんなん持ってる人多かった。党員とか多かった、やっぱり。見たら。でもみんな3つやろ。3つ。これ多いやん。俺のパターンないやろ。4つやん。4つない。で、ハイカット。これ走りやすい。履きやすいね、めっちゃな。うん。じゃあ足の臭さ一応変えといてもらっていいですか？何年ぶりの足の臭さ見て。ちゃんと入れてますから。あ、石鹸を入れる。あ、石鹸。あ、これが、海星流やった。海星、俺かな？俺だってグローブとかも牛乳石鹸入れてる。あ、こだわりやの。牛乳石鹸じゃないと、あかんの。俺はな？普通のなんかこう、ラベンダーの香りとかのやつは。いや、別にええと思うねんけど。うん。俺は好きやん、牛乳石鹸の香りが。かがしてよ。石鹸かがしてよ。足の草だと混ざるやん。めっちゃええ匂いやん。ブレンドされて。めっちゃええ匂いや、これ。ええ匂いやん。これめちゃくちゃ汚いけど、ここ。テーピングせなあかん、絶対。あ、テーピングをこう、縦と横に巻いてますわ。ほんで入れると。入れて、両足に入れてんねんな。両足に入れてます、しっかり。めっちゃええ匂いします。これおすすめやけどな、足臭いで。これで、治るの。え、臭ない？あ、でもちょっとおるな。なんかブレンドして、ええ匂い。ちょっとおるけど、牛乳石鹸の方がまだ強い。やろ？うん。これ結構おすすめです。牛乳石鹸をスパイクに入れる。ええやろ、これ。うん。道具紹介じゃないけど、ええやん。消臭道具紹介。たまたま出てきたんやな。それ今目についてあ入れてるわそれいいよそう俺そんな入れてなかったもんよしきの足の臭さはあったから入れて嘘つけやお前そんな俺だって甲子園しか入ってないから臭なかったぞお前やってそんなに臭くなかったぞそれ一応最初に入れてもらってな、うん、次は内野手用ですこれも水野よしきからもらって水野プロやなそうよしきに前紹介したように普通水野プロと書いてないけどここ俺大阪海星やねんけど大阪桐蔭ってここに書いてます大阪海星ってお前履いたユニフォーム着てんのに、そう。親指の刻印は大阪と。そうやねん。そんなやつおる。しゃあない、これは。帰れないの、この子。それで倒しちゃうんやからね、大阪桐蔭。そういうことや。あかんやん。あかんくない。けどあかんやろな。まあ。謹慎やろな。まあ、結局はお下がりなんですよ。そう、お下がり。うん。これ嬉しいけど、ここに春夏連覇も書いてるし。書いてる。だって、匠にあげた時ほぼ皿やったやろ。皿やった。めちゃめちゃ良かったんけど。全然使ってないのに。あ、肩いいやん。この肩好きやねん。肩いいやん。当て取りと、つかみ取りやな。こう、両方いけるってやつな。そういうことですよ。はいはい。これめちゃめちゃいい。でもまだ全然使えるな。まだまだ使える。これ草野球でだから使ってんの。ないや。めちゃめちゃ取りやすいから。あ、そう。これはええな。はい。お下がり。お下がり。ありがとうございます。なんかこのグローブにまつわるあれはないの。グローブにまつわるこの俺からもらったおかげで玉木は取れたみたいなあでもこれグローブ長いねやんあーはいはいはい内野手って基本小さいやんかうんそれでちょっと腰を下ろせんでも取れるようになったそれはあかんやつやんそうだからたまにキャッチャーやったけどショートとかやってたから、その時に、ちょっと腰を動かしても、トンネルせず、取れる。トンネルせず、そう、先で取れる。それは救いやったな。ちょっと長いんやな。ちょっと長いね。俺、だから長い方が好きやねん。確かに長い。うん、いや、お前、これは、俺がたまたま上げたけど、ベストやったね。ベストやって。最高。ベストサイズやった。最高すぎる、これは。刺繍はなんて書いてあるんですか中の刺繍とか結構気になる方、いてあるからね。人に優しく。一緒なんや。T よしき。ああ、じゃあ俺のって感じやな、もう完全。そう、ヨシキ、全部ヨシキな。うん。刺繍は全部ヨシキ一緒やねんな。入れんの。これ違うもん。次これ行く。浮気してんのよ。最後行く。これ先行くわ。あ、先行く。うん。それは何なの？これは、俺が選抜の大会。おう。甲子園で。おう。だから、一試合だけしか使ってない、俺は。自分自身で使ったのは、一試合。骨折したからな。骨折したから。ああ、なるほどな。世界の大谷さんに。大谷さん。デッドボール当てていただきました。当てていただいたのよ。当てていただいたよ。
ここにね。そうやな。当てていただきまして、うん、1試合しか使ってない。ねんけど、その後に、うん、俺の代わりに出た小池が、いてましたね。全部、このグローブで、試合出てくれたんやけど、はい、まあ、グローブの効果ってさっき言ってた、長いから取りやすいとか。あ、効果はあったん、それは。これがね、小池に渡すと、はい、彼は2つぐらいエラーしてました。何してんなぁ。ええとこで。効果なし。あるはずやねんけどなぁ。効果マイナスやったよ。使いこなされへんからな。何なのかわからんけど。めちゃめちゃええけどな。皮えぐいで。めちゃめちゃええな。テカってるやん、もう。テカってる。色合いもええしな。ただ、二つエラーされてました。だから、俺が使ったのは、甲子園一試合だけ。一試合だけ、うん、それ以外使ってません。それ以外ずっと僕の実家にあります。あで、これで言うと、まあ、ここの刺繍が、うん、感謝って入れた。あ、感謝な。まあ、よく入れがち。入れがち。感謝は入れがち。ありがとう入れがちやから。ありがとう入れがち。うん、まあ、これはいい意味なんやけどね。はいはい。刺繍は中の、ここの中の。僕のグローブシリーズ、まあ見てくれてたら分かると思うんだけど、はい、全部人に優しくって履いてるんです。だこれもそうやもんな。これもそうやし。で、夏使ってたグローブもそうやもんな。赤のグローブもそうやし。な、これは何なの？呼んでくださいもん。あ、高校生やもん、これ。なんで？ザ・青春みたいなこと言ってる。なんで書いてんの？心を一つ。入れがち。入れがちやなぁ。これはよう見るで。これはやっぱりまだ慣れてなかったから。あ、初甲子園だから。初甲子園で。初オーダーみたいな。初オーダーではないけど、なんか入れがちなやつ入れてしまったっていう。でもちゃんとこう、防線描いてるかな。これまあ見えへんけど多分。あ、このな？うん、こう、防線。波、はいはい、線描いてるから。まあいい言葉やけど、うん、入れがちよな。入れがちや。っていう感じでまあ僕のやつは甲子園で僕が使用したのは1回。刺繍はみんなが入れがちなグローブです。心を一つに。はい。皆さんそうですよ。皆さん心を一つに頑張ってください。はい。ありがとうございました。僕の紹介はこれで。俺今日これだけやからね。そうやな。最後なんですよ。最後。あれ、あのミットを持ってますやん。この、キャッチャーミットなんですけど。キャッチャーミット、はい。実は、はい、森友哉選手。え？から、高校の時にいただいたグローブなんです。森友哉選手、あの埼玉西武ライオンズの昨年、首位打者取った森友哉選手からグローブをいただきました。高校時代やからね。高1の冬ぐらいかな。高1の冬、だから彼も引退してた時。そうそうそう。これにもエピソードあんねんな。そうやね。その再現しようか、その時の。あ、再現して。まあ、タクがまず連絡くれたよな。だから俺、携帯かなんかで、うん、携帯 OK やったから、うん、俺、キャッチャーになったね、みたいなな。そう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 。多分、キャッチャーになったねんって、LINE で送って。うん。ほんなら、よしきは、おそうか、頑張れよ、みたいな感じやって。キャッチャーって、やっぱ知り合い誰やろってまずなったんや。あ、俺キャッチャーやってるんや。そう、キャッチャーなんで、まあ、キャッチャーミットとかあげれたらいいなって思うや、やっぱ兄貴合格して。はいはいはい。で、俺、ファーストやし、ファーストミットしかないし、キャッチャー、あ、森やな、なったんや。で、森じゃーんって言って、キャッチャーミット、くれへんかと、うん。そんな感じだったの？そう。で、弟がキャッチャーするから、うん、キャッチャーミット欲しい、うん、って言ったら、うん、あ、全然いいっすよ、みたいな。え？マジで？そう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 。いや、ほんと普通にこれ、ほんまにええんか？いらんやつあるか？って言ったら、あ、全然あります。刺繍入っちゃってますけど、皿やって。全然いいっすよ、皿やったもんな、うん。全然いいっすよ、って言って、うん、で、取りに行かしてもらったっていう。えぐ？そう、皿の。皿の。で、ここに刺繍ともやって入ってんねんけど、緑色が入ってて、で、高校使われへんから、それ外して、外して使わせていただいてました。もう、ともやって書いてんもんな、ちゃんと。これは見にくいねんけど。プロ行く前なんで、背番号とかは書いてないんですけど、そうそうそう。刺繍は入ってますし、これめちゃめちゃ嬉しかったな。取りやすいねん。で、今で言うと、何年目なの？今で言ったら、5年 ?5 年目。5年目です。5年目の森友哉選手のキャッチャーミットです。結構ええで、これ、ほんまに。めちゃめちゃええよ。せえ。あ、いいね。え、これで、もちろん甲子園は。甲子園これですよ。甲子園これ当たり前やん。使わなあかん。ってことは、この森友哉選手グローブつけて大阪桐蔭倒したのもそれ。そうやね。あかんのちゃう、それは。刺繍も入ってて。刺繍も大阪桐蔭で入ってるし、森友哉のグローブ使って大阪桐蔭倒すし。それはやっぱ恩があって。あ、恩返しみたいな感じやな。恩返し。うん。超えようみたいな。そういうことや。勝とうみたいな。はい。感じで、パワーを借りました。森友哉選手のおかげで甲子園出れたって言ってもちょっとおかしくはないよな。そう、過言でもないです。過言でもない。見てもらってるからな、はい。間違いないです。はい。嬉しいですね、これは。いいね。よかったな、でももらえてな。これはめちゃめちゃ嬉しかった。うん。たまにこんなもんですか。僕の道具は、少ないけど、はい。少ないけど内容は詰まってたんじゃ。キャッチャーミットは詰まりすぎてる。でかすぎる。ありがとうございました。どうでしたか？
道具障害。いやまあでもこれに尽きるんじゃん。間違いないな。これもおもろかったけどな。あ、これ1回しか使ってないのに2個エラーされたっていう。うん、小池がな俺はノーでした。俺はノーエラーですから。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。バイバイ。ありがとうございました。やめろって。今何時？いや5時5時5時。